慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院文学研究科、文学部慶應義塾大学文学部は慶應義塾大学が設置する文学部慶應義塾大学大学院文学研究科は文学を研究する慶應義塾大学が設置する大学院文学研究科福沢諭吉リスカムと文学科の 1> 第1回卒業生蘭学塾として出発した当初から語学校としての性格を持っており、英学塾にも持ち越され、ドイツ語、フランス語の専門学を始めた。旧制大学時代に設置されていた文学科を新制大学時に改祖して設置した学部。理財、法律と並んで、慶応義塾で最も古い伝統を持つ。1910年に哲学、私学、 文学の三専攻を起こす。特徴として、入学時は、全員が人文社会学科に所属し、2年新級時に17、専攻を選択できるという点が挙げられる。また、三田文学会の機関士として、三田文学を発行し、三田文学新人賞を主催している。1921年創刊の、私学をはじめ、哲学1926年。 芸文研究1951年、ライブラリーインフォメーションサイエンス1963年などの紙媒体を持ち、教員の研究成果を発表している。ありがとうございます。